何見てんすか。やってやる。始めよう。終わらせる。よし。懐かしいな。頑張りますか。よし。どうした？必殺！ボーカイツ！容赦しない！これはどう？調子出てきたぞ。どちらまで？それでは。一休みしましょう。いらっしゃい、鈴木さん。どうも、お邪魔します。お邪魔だなんて、いつでも歓迎だ。大事なお客さんですから。何か私の顔にゴミでもついてますか？いえ、そういうわけじゃ。失礼しました。ふん。まあ顔のこの傷が嫌でも目に入ってくるでしょう。マスターはいつから横浜にいるんですか？さて、どうだったかな。10年よりはもっと前だったかもしれない。長いこといらっしゃるんですね。ところで変なことを聞くようですが、好物の食べ物で真っ先に思いつくのは？ん？なんだろう、真っ先に思いつく食べ物か。冷麺だったりしませんか？いいですね。確かに好きかもしれないな、冷麺は。昔俺の周りにも冷麺の好きな人がいました。その人は俺にとって兄貴みたいな存在だったんです。
雰囲気がマスターによく似ていて、それでもしかしたらと思ったんですが、すいません、くだらねえ話を。お気になさらず。うちの店の中じゃくだらない話こそが主役なんですから。そう言ってもらえると気が楽になります。鈴木さんは随分とご苦労を重ねてきたようですね。私もこの商売は長いもんで、人を見る目はあるつもりです。じゃあ俺はマスターの目からはどういうやつに見えてるんでしょうか。強いがゆえに人に助けを求められない、弱さがあっても人に気づいてもらえない、一言で言えばこんな感じになるかな。なるほど。冗談ですよ。今のはある程度年齢のいった男性には大抵当てはまる。特に見た目がこわもての人は十中八九そうでしょう。それで言ったらマスターもそうですね。へえ、実は私もこの店の前は人に弱みを見せられない業界で長いこと生きていましたから。え？おっと、今のは忘れてください。わかりました。ともかく若い頃は強い自分でいようと気負わなくては生き残れなかった。そういう人生を長く生きてきた。あなたもでしょう、鈴木さん。マスターは今はそうじゃなくなったと。多かれ少なかれ人に助けられています。逆に私でさえ誰かの助けになっていることもあるのかな。そうやってこの町に根を張って暮らしてきた。どこかに自分に居場所があるというのはそういう生き方であると私は思う。羨ましいお考えです。あなたは多くの人間のために戦って守って、そして傷つき失ってきた。そういう人こそ最後には幸せになってもらわないと、私は世の中を不公平と感じてしまう。俺は幸せには見えませんか。何もかも手に入れて満ち足りることが幸せなら、あなたは幸せではないんだろう。世に出ることを拒否され、愛する者と隔離され、ついには自分の名前を名乗ることも許されてない。しかしあなたのそばには今、助けを求めれば手を差し伸べてくれる仲間がいる。そこに彼らがいるのは、あなたのこれまでの生き様が間違っていなかったからだ。ちょっとどうしたんだろう、あの二人こっち見てるよ。珍しくマスターの口数が多いな。一体何を話しているのやら。人に弱みをさらせとは言わないが、もう少し仲間に頼ってみてはどうでしょう。そのあたりもそろそろ学んでいい頃合いだぜ。おめえもぼちぼちもういい年なんだからよ。やっぱりよく似ていますよ、マスターは。俺が昔兄貴と慕っていた人に。もしいつかあなたがご自分の名前を取り戻す日が来たら、またこの店に来てください。その時はお互い
隠し事なしで腹を割って話しましょう。最高にいい酒を用意して待っています。もちろん私のおごりで。この酒も十分うまいっすよ。ごちそうさまでした。話せてよかったです、マスター。これがこの町での私の役割ですから、またいつでもどうぞ。ありがとうございます。じゃあ。この店の名前はサバイバー。我ながらいいネーミングだったな。報告ご苦労。私もすぐに行く。お前たちはこれ以上手を出すな。相手がソハンチョルでは怪我人が増えるだけだ。何かあったみたいだな。コミジュルの部下と電話してたんだろ。さて、何のことかわからんな。あいにく私は今飲み終えたところだ。失礼するよ。待てよソンヒ、何か手が足りなさそうな雰囲気だったぜ。私はコミジュルの女王だ。いつだって手は足りてるさ。鈴木さん、珍しく振られてしまったようですね。ええ、取り付く島もありませんでした。孫妃のやつ、何があったかご存知ですか？これは告げ口するようで言いづらいんですが、コミジュルの高派が一斉に反旗を翻したそうです。え？ソハンチョルを中心に10人ほどが徒党を組み、次々にハンピン・リューマンの店を襲撃しているとか。孫妃さんからコミジュルの主導権を奪うために、手っ取り早くよその組織と抗争を起こす気でしょう。まさか急にそこまで。彼女としてはハンピン・リューマンが怒り狂う前にコミジュル自身の手で騒ぎを止める必要がある。ハンピン・リューマンの店ってのはどこですか？場所はわかりますか、マスター？助けに行きたいというわけですか？ええ、お気持ちはわかりますが、孫一さんは外部の力を借りるわけにもいかないでしょう。自分たちの手で事態を解決し、リーダーシップを見せなければ同じことの繰り返しになる。それでも今は一刻を争うはずです。俺だってそんな話聞いてのんびり飲んじゃいられねえ。問題はもう一つあります。彼女はあなたの前では普段以上に強くあろうとしているように見えます。どうやら憧れの存在を前にして格好悪いところを見せたくないんでしょう。その気持ちを無下にするのはどうも大人げない。だがそんなこと言ってる場合じゃ。そこでいいものがあることを思い出しました。ん？これで顔を隠せばあなたもコミジュルの一員です。その上孫一さんもあなただとは思いません。なるほど、恩に来ます、マスター。
もうよせそ、ハンチョル。私はあんたを英雄だと信じてきたんだ。なのに。ふん、そうとも、英雄だ。それが今じゃ、小娘の下でつまらん余生を送らされている。流血も構わず奪い取る力こそが裏社会を制する。所詮女のお前には務まらん。俺が立つほかない。あいつがソハンチョルか。ソンヒ、見てみろ、そこの軟弱な手下ども。身の程もわきまえず俺を止められる気だったらしいぞ。思い上がった若造たちだ。今のコミジュルに戦う気概のある男はもういない。俺は登場界の全盛期に流血の日々を送ってきた。生ぬるいお前の組織は俺が変えてやる。何がおかしい？猛録したな、ソハンチョル。あんたの口ぶりだとまるで力ずくでならこの私に勝てるかのようだ。ふん、当たり前だ。だが今なら見逃してもいい。その代わり俺の前にひざまずいて降伏してもらう。そしてコミジュル総帥の座を明け渡すと偉人帳中に誓うんだ。それだけか。他に望むの？そうだな、ひざまずくときは服も脱げ。コミジュルの女王が全裸で屈服する。下々の民はそういう見せ物が好きだからな。お前にはそういうサービス精神がなかった。安心したよ。ああ、かつて誇り高かった戦士は今私の中で死んだ。ここにいるのはその抜け殻のゲスでしかない。安心して組織の長として貴様を処分できる。抜かせ。お前の手下はもうそこにいる一人だけだ。どうあがいても勝ち目はない。安心しろ、私は一人でも奴らに勝つ。なんだったらお前は逃げてもいいんだぞ。いえ、そんなわけにはいきません。どこまでも応答もしますよ、ソンヒ。お前、その声は。私にお構いなく。ソハンチョルが来ます。備えてください。わかってる。よし、ついに俺の時代が来る。行くぞ、お前ら。もう来られる覚悟はできてるか？楽しませてもらうよ。俺の番か。来ないのか？こいつは重いぜ。加減できねえ。やろうぜ。行くか。やる。合わせる。相手にならねえな。まさかこんな奴らにこのソハンチョルが。残念だったな。お前は状況を見誤った。年は取りたくないものだね。ハンピンリューマンに手を出した以上、あんたの身柄は彼らに渡して連中の判断に任せる。残念だが命の保証はしてやれん。そんな待ってくれ、ソンヒ。俺が悪かった。俺が間違っていたよ。裏社会の掟は知らなかったじゃ済まされない。そう教えてくれたのもあんただったのにな。おい、お前、ご苦労だった。助かったぞ。うちの組織にお前ほどの者がいたとはな。女王のお役に立てて何よりでした。顔を見せてくれないか。申し訳ありませんが、
それより早く怪我人の手当てをしないと。人を呼んできます。恐れ入りますが、もう行かせてもらえますか。ふん、わかった、行っていい。さっき私が店を出た時から今までずっと飲んでいたのか。あまり長く飲んでいると体に触るぞ、キリュウさん。大丈夫だ、量は大して飲んでないんでな。隣座らせてもらおうか。さっきかぶっていたコミジュルの仮面はマスターから借りたのかな。うん、さてな、何の話だ。ずいぶんと気を使わせてしまっているようだ。まあそういうつもりなら私も芝居に乗るさ。なあマスター、あんたも一枚噛んでるんだろ。おっしゃってる意味がわかりませんな。そうだったな、あなたたちは自分の過去や隠し事を簡単に明かしたりはしない。その辺は年季が入っているんだった。まあ飲めよ孫悲、妙に絡むじゃねえか。マスターが困ってるぜ。この私をそんな小娘扱いできるのはあなたたちくらいのもんだ。だがそこがこの店のいいところかもな。いい仲間といい酒に乾杯だ。乾杯。乾杯。ところでコミジュルの裏切り者は片付いたのか。確かソハンチョルってやつがそうだったよな。まだ言うか。いや教えてはやらん、それはコミジュルの話だ、よそ者には関係ない。キリュウさんだけならまだしも、マスターまで薄笑いをしてるのはけしからんな。つれないことを言いますね。ああ、そいつは言えてる。客商売でそいつはまずいでしょう、マスター。言ってくれますね。いらっしゃい。ありがとう。いらっしゃい。ありがとう。よう、チョウ。あ、どうも、キリュウさん。やってんな。そういや、お前とサシで飲んだことはなかったな。隣いいか。もちろんどうぞ。キリュウさんと差し飲みなんて緊張しちゃうね。もう出来上がってるみてえだな。ハンピン・リューマンの総帥を降りて随分経ったんだよな。そう、だから俺はもうすっかり仇のつもりなんだけどね。まあ周りはそうは思っちゃくれないだろうな。キリュウさんこそ足洗ってもう15年以上でしょ。それでもキリュウさんは登場界4代目だし、堂島の竜だ。ああ、過去からは逃れられない。お互い苦労してんな。俺の知名度なんて偉人帳限定だからまだ気が楽。立場を捨てたことには後悔してないのか。父親から継いだものだったんだろう。うん、当時のハンピン・リューマンはね、青木亮と近江連合に内側から切り崩しにあってさ、古い幹部も含めて大勢裏切り者が出た。組織は土台から生まれ変わる必要に迫られてたんだよ。
その責任を誰が取るかって言ったら、そりゃトップの人間でしょ。それに同じタイミングでコミジルも追い詰められて、偉人町のグレーゾーン自体が存亡の危機にあった。その難しい舵取り役は孫悲が適任だ。だから自分の判断に後悔は一つもないよ。そうか。ああ、孫悲がハンピン・リューマンとコミジルを束ねたおかげで多くの連中が救われた。彼女の苦労は並大抵じゃなかったはずだ。今でも感謝しきれないよ。そこまで言えるのはさすがだな。キリュウさんに褒められると格別だね。春日君も人たらしだったけど、キリュウさんもなかなかだ。ふん、ありがとうよ。キリュウさんは自分が死んだことになってるんだよね。だから知り合いにも家族にも近づけない。ああ。俺とこうして話してるのは問題ないの？大道寺一派にとってこの状況は都合がいいってことなんだろう。だから黙認されている。そっか。じゃあいずれ俺の店に来てもらうのもありなのかな。お前の店？俺これでも中華料理屋のオーナーなんだ。古いし狭い店だけどね、たまに自分でも鍋振っててさ。いや、たまにじゃないな、ほぼ毎日だな。元総帥が今は中華の料理人ってわけか。もともと料理は好きでさ、組織にいた頃からたまに厨房に立ってたし、組織のメンバーにも好評だったんだよ。ボスの作った飯をまずいとは言いづらいんじゃないか。そういうこと言っちゃう？これはいよいよ店にご招待しないといけないね。ああ、行くよ。お前のおごりなんだろ？もちろん。けど、うまいと思ったら好きなだけお代を払っていいよ。大した自信だな。楽しみにしとく。もう一杯どうだ？俺はいいんだけど、キリュウさんは控えめにね。俺の腕を披露するまでは元気でいてもらわないと。ふん。勝手なやつだ。マスター、ほんと病気の身とは思えないね。マスター、俺ももう一杯。そう来なくっちゃな。ぶっ殺してやる。いつでもできるよ。終わらせる。状況だけはやってやるよ。チラシ寿司バー銀車輪。こんな店、あったかな。へぇ、らっしゃいらっしゃい。食いねえ食いねえ、寿司食いねえ。この声は、てやねえ、寿司食いねえ。ごちゃんです、助かい。何やってんだあいつ。ん？あ、お客さん。まずい。今週初めてのお客さんだ。どうぞどうぞ。ん？うん。
ス、鈴木です。飛龍さんじゃないですか。もう急にいなくなったからどこかで野垂れ死んでるのかと思いましたよ。まさかこんなとこで再会できるとは。っていうかどうしてこの店が分かったんですか。あ、いや小雪に聞いてな。なるほど。さあどうぞどうぞ、食いねえ食いねえ寿司食いねえ、うん、お邪魔します。本当にお久しぶりです桐生さん。15、6年ぶりですかね。もうそんなになるか。時の流れは早いな。伝説のキャバ嬢がチラシ寿司屋になってるくらいだからな。びっくりしましたか。さすがに驚いた。どうしてまたチラシ寿司屋を。いや、小さくてもいいから自分で飲食店を開きたいなってずっと思っていたんですよね。でも私得意料理ってチラシ寿司ぐらいなので。どうせなら自分の得意なフィールドで勝負した方がいいって言いますし、だからね。なるほどな。いいんじゃねえか。自分で一生懸命稼いだ金で夢を叶えたわけだ。すごいじゃねえか。で店はどうなんだ、儲かってんのか。それが全然。チラシ寿司の味には自信があるんですけどね、チラシ寿司とお酒が合わないのかな。どうだろうな。だがお前伝説のキャバ嬢だったんだろ。当時の客とかを呼べばいくらでも流行るんじゃないのか。いや、それも手としてはわかるんですけどね、なんか主義じゃないと言いますか、違うなと。ほう。だって私目当てのお客さんで店が埋まったらチラシ寿司がかわいそうじゃないですか。ママが作るものなら何でもいいよみたいな感じで店を繁盛させるのはチラシ寿司屋というフィールドで戦う以上違う気がするんですよね。スナックとかそういう接客主体のお店ならわかるんですけどね。私の店はあくまで主役はチラシ寿司なので、人脈じゃなくチラシ寿司の力で流行らせたいんです。なるほどな。雪らしいな。そうですか。ああ、天然で抜けているように見えて実はきちんとポリシーや熱意を持っていて流されない。お前らしい考えだと思うぜ。フォー社員だって10年以上もトップをキープするには時代の流れに乗ることもそうだが、乗らずに流されないことも大事だったはずだ。それができたからナンバーワンで居続けられた。ユキには経営者に必要なそういう軸があるのさ。多分な。そうですか。ぐぅその怪しい笑い方も相変わらずだな。まあでも結果として全然流行ってないのは事実ですからね。毎日暇で暇でしょうがないですよ。そう、小雪は、ゆきさんは毎日忙しくて大変みたいですよとか言ってたぞ。あいつに嘘ついてんのか。だって新たな挑戦をしてくるわとか短歌切って出て行ったのにめちゃくちゃ暇してるなんてカッコつかないじゃないですか。変に心配かけてもあれだし、客がいないなんて言ったら小雪ちゃん毎日通ってくれちゃいそうだし。まあ確かにな。小雪は雪のことが大好きだからな。今も昔もそこは変わってなかったぜ。嬉しいな。こうやって新しいことにトライできるのも
小雪ちゃんっていう信頼できる後輩がいたからですからね。感謝してます。でも小雪ちゃんは頑張り屋さんだから、頑張りすぎて倒れないか、それだけ心配ですけどね。ああ、それなんだが、なんだか今大変そうだったぞ。え？そろそろオープン初日を迎えるらしいんだが、他の嫌がらせもあって人手が足りていないらしい。小雪が一人で奮闘してるみたいだが、新店舗はそこそこ広さもある。客が押し寄せる初日をうまくさばけるか、はあ、少し心配だな。あいつ自身も体調があまり良くないみたいだし。そうなんですか？言ってくれればいくらでも手伝うのに。あいつはいつで心配かけたくないんだろう。それにユキさんは忙しいから足を引っ張らないようにしたいんだと。マジで本当に全然忙しくないのに、私が見え張ったせいですね。悪いことしちゃったな。ヒリュウさん、私小雪ちゃんを助けに行ったらダメですかね？うざがられますかね？小雪が助けに来たお前をうざいと思う子かどうか、その答えを一番よく知っているのはお前だと思うぜ。キリュウさん、そうですね、ありがとうございます。水臭いのはなし。困った時にはいつでも助けに行く。だって小雪ちゃんは私の大事な仲間ですもん。私準備してカムロ町に行ってみます。キリュウさんもよかったら放射員の初日顔出してくださいね。わかった。よし、久々におばさん頑張っちゃうぞ。おう、来たな、キリュウ。もう準備はでき。ああ、よし、今回のゲストは九州からだ。長須タクシーの中島社長。中島社長。お前が福岡でタクシーのうんちゃんやってた頃、しばらく世話になったって話だったろ。おい、どうした？まさか覚えてないなんて言わねえよな。せっかく連絡つけてこっち呼んだのに。覚えてるよ。俺はそこまで恩知らずじゃねえ。だがもう二度と会えないだろうと思ってた。仇の人で、あれだけ長く一緒に過ごしたのは俺にとって中島社長ぐらいかな。考えてみりゃお前、あの頃も過去を捨てようとして偽名を使ってたんだよな、鈴木太一って。今も昔も苦労の絶えねえこった。中島社長とは電話でどんな感じだった？もういい年のはずだ、元気なのか？どうかな。そいつはお前の目で確かめてみろ。ん？もしかしてどこか悪いのか？ああ、もうそげーに飲めんちゃ。参ったな。
そんな社長さん遠慮しないで、今日はおごられに来たんでしょ。それはそうばってん。あ、そういや伊達さんがまだ来とらんね。どげしたっちゃろか。俺なんかはめられとる、ぼったくられたりせんやろね。大丈夫、ちゃんと伊達さんから話は聞いてます。あの人は本物の刑事さんなんだから。伊達さん、あんたのさっきの思わせぶりな言い方は何だったんだよ。見ての通り元気なもんだよ。ちょっとでも再会のありがたみが出るかと思ってな。タクシー会社の方も景気がいいとは言わねえが、相変わらず社長として頑張ってるらしい。よかった、何よりだ。だな。けど伊達さんは中島社長と面識がないよな。わざわざ九州からどうやって来させたんだ。それはまあ警視庁の職権を乱用してさ、あんたんとこの元従業員鈴木太一の件で話が聞きたいなんつってな。え？ただし警察の上には内密の個人的な捜査だから電話で済む話じゃない。ついては横浜までお越し願えないか、うんぬんと。なんだか急にうさんくさい話に聞こえてきたぜ。そんなんでよく社長も来てくれたな。その代わり交通費も出したし、旅行みたいなもんだ。この店の飲み代も俺持ちなんだぜ。そんな怖い顔すんなよ。いや、伊達さんのことが心配になっただけだ。俺のために変な嘘までつかせちまって。いつも言ってんだろ、これは俺が好きでやってることだ、気にすんな。10年前、あの人は俺に言ってくれたんだ。何があっても社員として戻ってこいって。どん底の俺に手を差し伸べてくれた。なのに何の礼も言えてねえ。分かったよ。じゃあそいつを伝えるのが今日の俺の役目ってわけだな。こん店は楽しかねえ。俺もう横浜に引っ越しましよっかねえ。本当に？そしたら毎日うちまで通えるね。絶対待ってる。ふやー、そげんこつしたらおいはすぐ挟んばい。うん？はじめまして、中島社長、私が伊達です。楽しんでいただけてますか？ああ、いやいや、すまんこってす。俺としたことがつい夢中になってしまうて。そげんでした、刑事さんと待ち合わせやったばい。そう固くならんでください。こちらこそわざわざ遠くまでお運びいただいて。座っても構いませんか？もちろん当たり前たい。いやばってん、また鈴木さんの名前は聞くことになるとは思わんやったばい。ただ電話でも言った通り、俺が鈴木さんを最後に見たとはもう10年も前で、そげん話が今さら警察のお役に立つんやろか。実は鈴木とは私も刑事の立場を離れて個人的な付き合いがあったんです。それであいつを知ってる人と無性に飲みたくて、社長に迷惑なことは承知の上です。あ、いやいや、よかよか、交通費も出してもろとるし、それに俺も鈴木さんについては同じ思いばい。無口な人やったけんど妙に記憶に残る、そげん男やった。ほんで鈴木さんはそのなんか事件でも起こしたんやろうか、もしかして逮捕ばされるとやろうか。ん？ああ、いや、逮捕って、鈴木はもう何年も前に死んでますから。
そうやったとですか。知らなかったんですか。知らんです、知らんです。俺は全然。そうですか。鈴木さんがそげんこつに。いや、信じられん。仕事一筋の真面目な人やったとに。なんか少し話が噛み合ってないかな。一応確認ですが社長、これはご存知ですよね。鈴木太一っていう名前が偽名だったことは。偽名？いや、そげのはずなかでしょう。まさかアホなこと言わんでください。いや、あれ？あの、でしたら落ち着いて聞いてください。鈴木太一というのは偽名だったんです。あいつの本当の名前は桐生一馬。東条界で堂島の竜と呼ばれていた極道でした。あの鈴木さんが？嘘でしょ。なんかの間違いでしょ。あ、もしかしたら俺の言う鈴木さんと伊達さんの言う鈴木さんは別人やなかろうか。なるほど、そうきましたか。そういうことなら、この写真の男、見覚えありますよね。以前にテレビの報道で何度も流れました。こいつが桐生一馬です。この映像が流れた後、無所に入り、そして広島で命を落としました。バッテン、やっぱ俺の知っとる鈴木さんとは別人のことあるですね。は？なんだって？どうも俺ははっきりあんたの話はちゃんと確かめてから来るべきやったとです。人違いと知っとったら、こげんとこまで旅費を出させることはなかったとに。いや、待ってください社長。なんでです？え？あいつが九州で鈴木を名乗っていたのは確かなんです。あんたはなんで桐生を知らないふりするんです？知らんふりもなんも別の人やったばって。すいません、俺の早とちりでした。ここの飲み代は俺が出しますけん。もうこれで。いや、待ってください。もうよか、俺は帰りますけん。話してくれんね。どうしたんです、急に。どうもせんって、しつこかね。待ってください。おい、待つんだ社長。なんね、そげん大声ば出して。あんたのその逃げ腰な態度、そうか、なんとなく分かってきましたよ。はあ？なんが？最初は純粋に鈴木太一を忍ぶついでに横浜を観光しようって腹積もりだったんでしょ。でも俺が察するに、きっと社長は最近こいつを見たんじゃないですかね。ね、それは。この動画が出回ったことで状況は変わった。死んだはずの桐生一馬が生きていると、ネットの一部でそんな噂が流れているようです。あんたもこれを見たんですよね。多分俺とこの店で会う約束をしたその後に。知らんです。俺はそんな。どういうことなんだ。もし桐生一馬が今も生きて潜伏しているのなら、あんたとしては余計なことを警察に言いたくない。たとえ過去の些細な話でも、それがあいつにとって何か不利な状況になりかねないからです。平たく言えば、仲間のことは警察に売れないって話だ。とはいえ、横浜まで来て突然俺と会うのをキャンセルしても妙な疑いを残す。だからあんたは
桐生一馬に対して知らないふりをしようとしているんだ。違う、俺は諸元骨。あんたにしてみれば、俺が桐生と本当に友人かどうかも疑わしい。何も情報を与えず人違いで通してこの席を立つのがきっと最善の手なんでしょう。でもね、中島社長、それは誤解なんですよ。え？警察は警視庁も福岡県警も桐生が流すタクシーに在籍してたことを掴んでません。今まで一度でも警察からあいつについて何か問い合わせがありましたか？なかったはずです。桐生とあんたの関係も俺しか知りません。なぜかといえば、この情報は全部俺が桐生本人の口から聞いたからですよ。あなたと福岡で初めて会った時の話も聞きました。あいつは町で絡まれてた女性を助けたが、その後自分はチンピラに殴らせるままにしてた。当時極道だった過去を隠さなきゃならない状況で、行くあてもなく自暴自棄になってたんです。そこへあなたが声をかけたんでしたよね。そしてタクシーの運転手として雇ってくれた。あいつは伝説の極道とまで言われる男です。警察の事情聴取でここまで話すと思いますか？俺は桐生の口から直接この話を聞いたんですよ。向こうはどう思っていたか知りませんが、俺としてはあいつを親友だと考えています。だってさ、そういうことやったとですか。どうやらあんたんこつは信用してんよさそうばい。じゃあ少しだけ時計の針を戻しませんか。初めからやり直しましょう。そうやね。鈴木さんの本当の名前が桐生一馬ちゅんはテレビのニュースで知ったとです。あん人がうちから去って、そのしばらく後神室町で大勢の極道と大乱闘ばしたちゅうて、そん時は会社の仲間たちと一緒に面食ろうたばい。もちろんただもんやないとは思うとった。ばって伝説の極道やなんち。ここだけの話、うちの社員には過去にやんちゃしてすねに傷持っとるもんも多か。おいもそん一人ばい。やけん桐生さんの件はわざわざ警察に届けるコツもなか、そげな風に示し合わせとったとこへ、今度は桐生一馬が広島で死んだっちゅうニュースが。ええ、さぞ驚かれたことでしょう。そりゃそうばい。ばってん、そんじゃさっきの動画は何ね。おりゃもうわけがわからん。伊達さんは知っとるんやね。結局桐生一馬は、鈴木さんは今も無事に生きとるとやね。どげんね、伊達さん。俺はさっき偉そうにあんたの嘘を暴いてます。その舌の根も乾かねえうちに嘘は言えねえ。だからノーコメントってことにさせてください。ノーコメント？ダメですかね。なるほど。よかよか、そん言葉だけで十分ばい。あんたも鈴木さんによう似とる。不器用で嘘が下手でよか男やね。社長がそれを言える口ですか。嘘が下手なのはお互い様だ。それもそうやね。そんな社長だからでしょうかね。伝言を預かってきてますよ。
初めて中島社長と出会った時、あいつは自分の過去から愛する人たちを守るために九州へ流れていったところでした。桐生にとって人生で一番どん底を味わっていた。誰も知る者がいない土地で一人、言葉を交わす相手も頼れる人もいない。そこへ唯一手を差し伸べてくれたのが中島社長です。そのことを言葉にできないほど恩に感じていますよ。あいつは今でもね。そげんですか。そんなら俺からもアイストに伝えてほしいことが。ん？鈴木さんに最後に会うた時、俺はこう言うたとです。鈴木さんはうちの社員ばい、何があっても戻ってきいって。うん、そん言葉は今も生きとる。もしも困っとるとなら、またいつでもうちに帰ってきたらよか。いつでも九州には俺が待っとるけん。あんたは決して一人きりじゃなか。そう伊達さんの口から伝えてくれんね。今日もありがとうな、伊達さん。また一つやり残しを済ませることができたよ。中島社長に恩を感じてると伝えられた。それ以上できることはもうね。よせよ水くせ。ところでさっきは俺を親友って言ってくれたよな。あ、いや、あれはその中島社長に信用してもらわなきゃならなかったからよ。胸の奥まで染みる言葉だったよ。今の俺には特に心強かった。もしよかったら取り消さないでくれるか。そうだな。なあ、ハグするか。まだそこまで酔っちゃいねえよ。だよな。
やしてやれろ。始めよう。頑張りますか。必殺。うわ。あいつ、助け。かかってきやがる。それ。ああ、しんど。俺の番か、使え。感知。脇が甘いな。くっ、一本。強くなれそうだ。いい感じ。あそこに有益なものがありそうだぞ。見下してすかした顔しやがって。やめろ。頑張りますか。一緒やりますか。よし、二人でやるよ。火力2倍だ。アジ。押し寄せに相手にならねえな。さあ、どんどん行くぜ。絶好調。
まだ強くなれるとはな。ん？あそこになんかあるな。あそこに何かあるな。開けてみるか。うわっ覚悟してよね。それ前が見えん。苦しい。視界がぼやけるテンションさ。はい。問題ねえ。おっと、しんど。体重て。感知、感知。行くぜ。使っ。感知した。感知した。私にどう。ほら。よし、バッチリ。容赦しない。開けてみるか。やったぜ。いい調子だな。ジロジロ見ないでもらえます。手加減しねえぞ。やってやろうぜ。頑張りますか。見さらせ。ほらご注目。気分が悪い。容赦しない。眠りに。あっ、格が上がったね。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？見ないでもらえます。戦闘回避だ。覚悟してよね。頑張りますか。見さらせ。うわあ、マジ、マジ、やる。見せてあげる。眠りに。おしまい。引かねえぞ。行くぜ。仕留める。潰れる。時間も無駄だ。見たかよ、俺の活躍。あそこに有益なものがありそうだぞ。何見てやがる。すぐ楽に勝ちに行こうぜ。どうしよう。容赦しない。人生これ成長。大人の渋みが出てきたぜ。素直に喜んでおくか。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？
よし、先に進むぞ。調子出てきたぜ。やるか。始めよう。どうしよう。調子出てきた。出番が来たな。仕留める。ご褒美が。なんだよこれ。相手してやる。それ目がミックス。手を当ててね。おお、危なっ。目がかすむったらきっついな。それ問題ねえ。私か。ほれほれ来いよ。手加減はなしで。遊んでやる。脇が甘いな。くっ、潰れる。うっ、こんなもんだ。ねえ、あれなんだろう。行ってみない？ん？あそこになんかあるな。できねえぞ。容赦しない。調子がいい。そこに何かあるな。本気で行きます。後悔するなよ。近づくな。頑張りますか。そら感知した。見せてあげる。眠りに落ちなさい。悪く思うな。加減できねえぞ。仕留める。ご褒美だ。おお、私くれ。出番が来たな。
手加減はなっ頑張りますか。どうしよっかな。調子で力の差を見せる。まあ、悪くない気分だぜ。体調万全だぜ。あそこに有益なものがありそうだぞ。さあどんどん行くぜ。あの人ヤバそうな。やる気か。楽しませてもらうよ。さっさとね。やるのか。出番が来たな。よいしょ。ロック。ふぼう。俺の番か。脇が甘いな。頑張りますか。どうしたほら最悪だ。行くぜ。使え感知した。止める。しつけの時間。出番ない。はっ。まだまだ強くなれそうだ。見とれないでやね。文句あるのか。許さないぞ。始めようか。どうしよう。見せてあげる。いい感じ。悪くない気分だぜ。人生これ成長ってな。ん？あそこになんかあるな。開けてみるか。うお！ショータイム！いつでも行けるよ。最悪だ。近づくな。出番が来たな。
そら勝ってよ。見せてあげる。やっ、滑らろ。俺の番か。調子がいい。頑張りますか。まあ、こんなもんだ。まだ強くなれるよね。格が上がったね。開けてみるか。開いた。おいてめえ、なんだこれ。貸しに行こうぜ。頑張りますか。せい。どうしよっかな。やるか。気合がかかってきなよ。やるのかよ。終わらせる。くれ。私の番。あいつ覚悟しろ。後悔するなよ。出番が来たな。必殺ごちそうだ。残さず食らえ。やるぞ。そこの方容赦しない。えやるか。そりゃ。へいへいへい。調子出てきたぞ。使え。感知。ここで邪魔るね。頑張りますか。そらよ。感知した。手加減はなし。使え。よし、バッチリ。アクセル。恥かいも知らないから。止める。ご褒美だ。出番が来たな。よいしょ。見せてあげる。終わらせる。見たかよ。状況だけは勝ってやるよ。悪くない気分だぜ。
さあ先を急ぐぞ。あそこに何かあるな。何見てんだよ。あんたにも見せてやる。で消えがる。出番。必殺。容赦しない。悪く思うな。加減できねえぞ。脇が甘いな。ご褒美だ。開けてみるか。やったぜ。調子出てきたぜ。落ち着けそうなところだ。